はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルイージです。では今回は信長の野望大使大使両乱石田三成プレイ続きをやっていきたいと思います。まあ、前回ですね、友であった大谷義継を攻めて若狭、あとは丹波、この辺りを一気に石田の勢力圏に収めましたというところになります。で、今回はその続きになるんですけども、ついにね、秀吉との戦いに臨んでいきたいなというふうに思っています。で、秀吉なんですけども、前回すでに開戦はしているので、すぐにでも戦端を開ける状態なんですけども、秀吉の方はですね、兵数こそ5万なんですが、鉄砲がめちゃくちゃ持ってます。鉄砲めちゃくちゃ持ってるので、まともにぶつかると、実はこの大使、鉄砲は、味方は正射コマンドを打たなきゃいけないんですが、敵は自動発砲してくるんで、かなり強力なんですよ。なので、秀吉を攻めるときは場所をね、選びながら、軍を進めていく必要があるかなというふうに思っています。まずは、軍を集結させましょう。で、どこに集結させるのがいいかというと、まあ、森で戦いたいんで、高槻近辺で展開しますか。ここに信長率いる5万の軍勢を展開させましょう、まずは。俺に続け。で、さらに、そうだな。弓木城も別に攻めましょう。別動隊で勝家軍28,000、合計8万ぐらいの軍勢になりますかね。これを展開させていきます。で、一応ね、城の、前回大谷から奪い取った城への配属等は済ませてありますので、このまま進めていきましょう。で、ちなみにこちらの石田三成プレイの中ではね、先日行ってきたタイとシンガポールかな、旅行の話なんかもね、織り交ぜていたかと思うんですが、今回も少しね、お話できればいいかなと思ってます。で、前回ついにタイからシンガポールに入ったわけなんですけど、シンガポールはね、マリーナベイサンズの方に泊まりましたというところまでお伝えを前回しました。で、今回はですね、まあ、ちょっとね、観光どういったところ行ったのかとか、その辺の話がちょっとできればいいかなと思っています。で、やっぱりシンガポールといえば、まあ、皆さんパッと思いつくのが最近だと、再三話に出てきているマリーナベイサンズと、あとはどうでしょうね、やっぱりマーライオン、あとはアジアで日本以外に唯一ユニバーサルがあったりするんで、ユニバーサルスタジオシンガポールとかね、まあ、そのあたりを思い浮かべるんじゃないかなと思うんですけど、今回はね、マーライオンの方にフォーカスしてお話していければいいかなと思ってます。マーライオンが見えるお部屋ということでね、今回ちょっと奮発してお部屋を取ったんですけど、マリーナベイサンズからマーライオンまではですね、まあ歩いていくと20分ぐらい、電車を使うと10分ぐらいかなっていうところですね。で、シンガポールは常夏なんで、行っても昼間に20分間歩くともう地獄のように汗をかいちゃうんで、ちょっとそういうことは避けようということで、夜に行ってきました。で、夜だと、まあ、この時期はね、多少涼しくて、おっと、やっぱり鉄砲隊すごいな。全軍突撃で一気に距離を詰めましょうか。とはいえ、ちょっと強力すぎるな。軍勢の数ではこちらの方が多いけどね。あとは山あいというのがどう生きてくるかですね。っていうような感じで、旅行の話とゲームの話行ったり来たりしちゃうんで、皆さん混乱されてしまうかもしれないんですけども。知れました。手加減できるほど器用じゃないんでな。何、いきなりこんなところに敵が現れた、どういうことだ。敵の居所知れました。隙を見せたら敵の横槍を入れ、先方作戦は何だったんでしょうね。堀尾忠治があっという間に壊滅するな。ただ味方は前衛と後衛が完全に別れ離れになっていて、かつ勝家が孤立してるっていうのはかなり危険だな。敵の居所知れました。やりたい前、切り込め。押し切れればいいんだけどな。その前に勝家が回想するなんてことになると、ちょっと話が変わってくるというか、逆に
味方が全軍撤退なんてことにならなければいいなっていう展開だな。でマーライオンの方はですね、ちょっと画面の右下の方にもずっと出していきますけど、まあ、こんな感じですね。でさすがにやっぱり観光客も多いし、すごくにぎわってましたね。で何よりもやっぱり周りがね、まあ夜景スポットになってるっていうのもあって、めちゃくちゃ綺麗でしたね。で以前はですね、それこそ今回マーライオンに行ったのは3回目になるんですけど、過去1回目2回目は男と言ったんですけど、30秒ぐらいしか滞在しませんでしたね、どっちも。そう考えると本当に今回女の子と行くといかに楽しいかっていうのが、ここで勝家が壊滅、でも改装するな、勝家改装だね。そしたら勝家改装したものの戦自体は押しているので、このまま一気に押し切りましょうか。始めるぞ。掴んだ勝機、逃しはせぬ。あとは勝家が無事に離脱してくれるかどうかですね。勝家が離脱できないとなるとかなりピンチなんで、というか負けちゃうんで。おねね様は壊滅撤退ですね、これで。そうすると部隊を二手に分ける、戦力を分けるっていうのはちょっと微妙な気もするけど、ゴンベイに向かわせる部隊と二手に分けましょう。これにて幕とさせていただこう。やりたい、おい、撃て、放て。いや鉄砲隊がやっぱり本当に強力なんですよね。勝家がきっちり撤退してくれればいいんだけど、勝家が撤退する前に鉄砲に撃たれて軍勢が壊滅するってなるとかなり厳しいですね。あとは雨が降ってくれたりとか、その辺かな。ご覧くださる、この策で敵を欺か。覚悟しろ。で山中鹿之助がもう3分の1ぐらいまで減ってるので、繊維ゲージは先に鹿之助削りますか。勝家は無事撤退してくれたけど、左近が危ないね。ノブタダは規制崩し。これにて幕とさせていただこう。掴んだ勝機、逃しはせぬ。我が覚悟お見せしよう。我らが力示すは今。いやここ山あいだから、いい部分と悪い部分両方ありますね。距離がなかなか詰められないっていうね、悪さもあるっていうのと、あとは勝家がちょっと撤退するのに手こずっちゃってるかな。矢を放て。どうする、勝家を救いに行くか、それとももう一気に押し切りに行くか。荒木村重を後ろから攻撃する。やりたい、前へ。山中鹿之助これで撤退だね。勝家もこの数だったら持ちこたえてくれるかな。あとはそうだな、全軍で荒木村重を叩けば終わるかな。どうする、それとも梶才蔵に向かうか。始めるぞ。いや荒木村重だな。我が策これに、我らの勝ち揺るがぬぞ。正々堂々勝負せよ。愚か者には。で吸収できる部隊は吸収して敵を撤退に追い込めれば。切り込め。で勝家が復活したね。勝家が復活すれば一気にそれこそ荒木村重隊を攻撃できるな。しかも雨、勝ったな。今放て。
ほどと。やっぱりね、敵の鉄砲隊はかなり強力なんで、だいぶ損害が出ましたけど。一つ一つ勝っていきましょう。片付けない。で、信長率いるごめんなさい、5万の軍勢は高槻方面なだれ込む算段なんですが、ここはね絶対に負けられない5万なんで、これをどこに展開するかなんですよね。できれば、さっきの山あいとかこういう木のところで戦いたいんですよね。鉄砲が生きてこないようなところで勝ち時を上げよう。さあ、弓騎乗としましたんで、次の敵の動きがちょっと読めないけど、どうだ、この隅城でも一応取っとく。この隅城ぐらいまでは。ただこの隅城は光秀が2万の軍勢で出てくるか。この2万の軍勢はちょっと相手にしたくないんで、一旦騎乗させる。で、万が一秀吉軍が弓騎乗に奪還作戦を目論んできたら、再び兵を集めましょう。今はきっちりここで勝つことだな、信長が。大軍が展開できるところで戦った方がいいと言えばいいんで、ここは石山御坊大坂で戦いますか。で、今明智光秀が軍を集めてましたよね。ちょっとどこに向かうかっていうのを確認しましょうか。それに合わせてこちらも軍を動員していかないといけないので。これにて表情を終わります。妙案がございます。遠路行軍はやりましょう。兵糧が減少、中台ついてましたよね。台がついてるね。これはすぐやろう。あとは金山開発とかをしておいて、まあ、こんなところかな。対鉄砲防御上昇中、これ欲しいな。商業25、次のターンで貯めましょう、ぜひとも。で、集結中の彼らは武田城が目標か。武田城に兵を集めるんだな。ではこちらも兵を武田城に集めましょう。左近率いる3万2000の軍勢だな。出陣するぞ。豊臣からの交渉、金銭3000ではちょっと受け入れがたいな。で、秀吉軍は武田城ではなく信長の方に来ましたね。ちょっと見極めておきたいのが秀吉軍の陣容だな。多分恐ろしいほどに鉄砲を抱えているんじゃないかなと思うのと、三好隊1万5000、これもこれで強力だな。で、秀吉軍か。秀吉光秀、いやー強力ですね。ちょっと兵装がこれからだと
想像がつかないというか想定できないけど、おそらく鉄砲をね5万と抱えてるんで鉄砲隊になると思うんですよね。で、参るぞ。そうするとどこでぶつかるかだな。どこで戦うのがいいかだな。いや本当に悩むな。まずジーンは絶対にこっちで取りたいんで、そうなると1万8000ずつ、いやそれはないな。大軍が展開できるところで戦いたいからな。かつこちらが陣を抱えているところとなると、石山ごぼうで迎え撃つか。まあ、なんとしてもここは勝ちたいんで。さあ味方は3万5000、敵は2万2900で、残念ながら平地というのを鑑みた上で、全軍突撃にする。なんか危険な香りがするけど、全軍突撃で敵の鉄砲隊を一気に距離を詰めますか。始めよ。突撃態勢で一気に敵の懐に飛び込みましょう。鉄砲を撃たれる前に。この信長野望大使ね、鉄砲本当に強いんですよね。特に敵は鉄砲の射程に入ると自動静射してくるんで、味方はね鉄砲コマンドを撃たないといけないんですけど、いや信長がいきなりすんげえ勢いで1000ゲージ削られてるな。これは3ターン持たないな。あと3ターン持たないで信長が壊滅するな。敵の居所つかみましたぞ。放て。この手で天下をつかむんじゃ。信長が改装した後どう耐えるかですね。そうなるとちょっとやっぱりこの敵の鉄砲隊に対して全軍突撃が有効じゃないな。信長が一番最初に改装したもんな、敵よりも早く。いやこれは負けるぞ。ちょっとこっから持ち直せる気がしないな。大丈夫か。こんなところで立ち止まれんわ。我が力
死ぬがよい。時には大胆に攻め込まねばな。いや、戦場の選定がまずかったな。撃て。ぬちくしょうと呼ばれよ。勝たねばならぬ。ここは引くのだ。完全に敵に包囲されてるな。我が策、ご覧くだされ。覚悟なき者に負けはせぬ。悪がございます。総敵でなんとか持ちこたえて狙うしかないか。騎士改正でなんとか秀吉の本陣狙う。そうなると始めるぞ。ただ秀吉大返しを使ってで、ね、離脱が早いんですよね。ぬちくしょうと呼ばれよ。勝たねばなる。今は引くぞ。いや持ってかれたな。いや強い、本当に鉄砲隊強い。完全に負けたな。いやこのオート正社はやめてほしいですよね。本当に6万の軍勢を持って負けたか。ここは左近の部隊でかき回してもらうしかないかな。かといってね、味方と敵と合わせて鉄砲隊をこちらも編成するっていうのはちょっとね、数が揃わないからな。ここも鉄砲隊多いな。鉄砲隊に騎馬隊か。お任せくだされ。我にお任せくだされ。ちょっと敵の鉄砲隊対策考えた方がいいですね。鉄砲隊とどう戦うかですけどね。もうこう山あいで戦うっていうのは一つの手だと思うんですけど、どうしても秀吉のある大坂とかあの辺はね、もちろんあんまりないんで、そういう地形的に山あいとかっていうのが、さっきね戦場選定する際にも皆さんと一緒に見ましたけど、知れました。やりたい、前へ。やりたい、前へ。そしたらこう物量で勝つような、そういう考え作戦も検討した方がいいかな。ただやっぱり鉄砲隊に対して全軍突撃をすると格好の的になりますね。大将が、信長があんなにあっさりというか誰よりも早く改装しましたからね。ああなっちゃうとさすがに勝てないな。我が覚悟お見せしよう。今こそ雌雄を決する時。放て。浅はかな。さあ別所隊を改装させて戦局は一気にこっちに流れてくるな。これで終わらせる。覚悟お見せしよう。撃つのだ。矢を放て。やりたい、前へ。さあ戦場主に3つですね。3箇所で戦闘が行われてますが、まず左近は急襲で敵を逃さずに叩きましょう。この策で敵を欺か。仕方ねえ、一旦引くか。よし、コロック改装させたね。鉄砲隊本当に強力だな。敵の居所知れました。策がございます。策がございます。敵を制すは我が軍略よ。反則級に強いですからね鉄砲隊。正々堂々。そうなると味方も同じくらいの鉄砲隊揃えるっていうね、
話になってくるんですけど、同じ数の鉄砲隊揃えても敵は自動戦車、こちらは鉄砲を撃たなきゃいけないとなると、あんまりね効果がないというか。策のある者がいるようです。いや強いな、秀吉軍兵装が整ってる分強い。今までの僕の装備を持ってなかった敵軍とはちょっと訳が違うな。どうする、これ本当に秀吉軍少ないけどボロボロに負けるな。これも負けるぞ。さらに敵は陣も持ってるか。お聞きくだされ、策がございます。覚悟なき者、負けはせぬ。我が子、お聞きくだされ。さあどうする、敵の大将を狙うっていうにしても遠すぎるしな。覚悟せよ。ちょっと遠いけどなんとか1400削るよ。この一撃すべてをかける。この一撃すべてをかける。我が刃。いや秀吉軍総勢6万程度なんですけど、これは手こずりそうだな。今までで一番。これで終わらせる。のんびりマーライオンの話でもしながら、さささっと半分コンピューターに任せながら終わるかなと思ってたんですけど、そうはいかないですね。我が子、お聞きくだされ。策がございます。敵を制すは我が軍略よ。我らが意地見せてくれようぞ。さあどうするかだな。その首もらい受ける。まずここは勝ちたかったんですけども、ここで負けると信長も負けたので一時的に前線に戦力がなくなっちゃうんですよね。やりたい、前へ。ゲチよ、お聞きくだされ。我が子、お聞きくだされ。さあどうする、敵の大将首狙うにしてもきついよな。総合和正とかも強力なんで、こことまともに戦う気はしない。貴様が望むはこの刃か。この戦すべては我が掌中です。今は引こう。いや秀吉軍に完敗だな。左近も信長も完敗だ。その首この手でいただくとしよう。我が子、お聞きくだされ。我らの勝ち。いや敵の鉄砲隊に対してどう戦うかっていうのを本当に考えないと。全ては我が掌中です。敵の居所知れました。左近が改造したな。これで負けましたね。いや強い。ちょっとまともに戦っても勝ち目がないな。いや秀吉軍に2連敗か。一時的に前線に兵が足りなくなるな。特に丹波方面が危険ですね。はい、というわけでちょっとね秀吉軍の鉄砲隊にどう戦っていくべきかっていうのが皆目見当がつかないので、一旦ここで終わりにして、ちょっと皆さんから何かいい策があれば
教えてください。秀吉軍総勢5万程度、5、6万程度、石田軍総勢総兵力15万程度で、前線に展開できる兵力としては10万ぐらいは展開できるんですけど、今初戦で秀吉軍2万、信長軍5万、これ完敗しました。で、島左近2万、三好勢1万、これも完敗しました。鉄砲隊ですね、敵の。いや、敵の鉄砲隊どう対応していくべきか、ちょっと考えておきたいと思います。というわけで、今回はここまでにしたいと思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。